の草を2700万匹のバッタが食べ、9万匹のカエルが2700万匹のバッタを食べ、300匹のマスが9万匹のカエルを食べ、僕は300匹のマスを食べて365日を生きている。そうやって得たエネルギーのほとんどが熱として放出され、無駄になって残ったわずかなエネルギーを骨と肉にして、見えない負のエントロピーのツケを増やし続けてる。僕らは繋がってる。敷き詰められた屍の上に立つ王様だ。矢継ぎ早に人工衛星が打ち上げられ、GPS は国境を越え、全てを記述化する。資本は増大し、労働は効率化される。アルゴリズムは最適化され、 AI は未来を予測する。どんな未来だ。今は昔、極北の指導者たちは犬ぞりを操り、大地の声に耳傾け、自らが自然の一部になって、ただ目の前にあるものをあるがまま見つめてた。僕らは切り離されてる。繋がってるもの、本来繋がるべきものから、マッドマックスのように枯れ果てた荒地の上で、水や化石燃料を求め殺し合う世界がすぐそこに近づいているかもしれない。基地の道は分かってても、道の道は分からない。僕らは繋がってる。僕らは繋がってる。僕らは繋がってる。僕らは生態系の一部。僕らは僕らだけじゃない。生態系は僕らの一部。僕らは僕らだけじゃない。